株式会社フロンテオは日本の東京と港区に本社を置く日本の AI 企業である。自然言語処理に特化した独自開発の人工知能エンジン、キビットとコンセプテンコダーを用いて情報解析を支援している。2003年8月8日設立。社名は進歩的かつ先端的な価値創造集団を意味するフロンティアテクノロジー・オーガニゼーションの略語。 フロント最先端、絵を前へ進むから。データ解析技術の未熟さにより、訴訟に必要な情報が見つからず、窮地に立たされる企業を守りたいという信念のもと2003年に創業して、以来、国際訴訟で必要な証拠となる、電子データの保全と調査、分析を行う、e、イー i s c o v e やデジタルフォレンジック調査というリーガルテック事業をメインに展開。また、 リーガルテック事業で培った AI 技術をもとに2014年より金融、知財、人事などのビジネス分野、ライフサイエンス分野へと事業のフィールドを拡大し、膨大な量のテキストデータの中から意味のある重要なデータを検出することで業務負担を軽減し、業務の効率化を実現している。企業理念はブライトバリュー。フロンティオが培ったエキスパートの知識、 経験や判断を活用した最先端技術を駆使し、記録にうずもれたリスクとチャンスを見逃さないための最適なソリューションを提供することにより、法律、医療、金融、知財、教育、人事等の分野において、必要かつ適切な情報に出会えるフェアな世界の実現によってもたらされる価値。自社開発 AI の名称は、キビットとコンセプトエンコーだ。 2003年、2004年、2005年、2007年、2009年、2010年、2011年、2012年、2013年、2014年、2015年、2016年、2018年、2019年、2020年。キビット、キビットは、人工知能関連技術のランドスケーピングと、行動情報科学を組み合わせ、フロンテオが独自開発した、日本初の人工知能エンジン。 人間の心の機微と情報量の単位であるビットを組み合わせ、人間の機微を学習できる人工知能を意味している。テキストから文章の意味を読み取り、人の暗黙値や感覚を学ぶことで、人に代わって判断や情報の選び方を再現することができる。コンセプトエンコーダー、単語や文書のベクトル化で自然文を数値化して解析。 文章を読む際に、単語の単独での意味だけではなく、周りに出てくる単語の意味や位置も一緒に理解し、文書内の文章の形態素の構成をまとめて、解析できる。自由記述のテキストデータを大量に含む、メディカルデータを、エビデンスに基づいて、有効に解析、活用することを目的に2018年に開発。AI デジタルヘルス AI ドラッグディスカバリー顧客向けに、 夏季のサービスを提供、ありがとうございます。